大浴場の湯を年に2回しか入れ替えていなかった筑紫野市の大丸別荘の問題を受けて、福岡県が今日、入浴施設の衛生管理を徹底するため講習会を開きました。講習会には県が管轄する地域にある銭湯や旅館など入浴施設の管理者ら130人が参加しました。大丸別荘は去年8月の県の検査で浴場の湯から基準値以上のレジオネラ属菌が検出された際、湯の入れ替えなどは適切に行っていたと嘘の説明をしました。さらにその後の再検査で基準値の3700倍のレジオネラ属菌が検出されました。事態を重く見た県は公衆浴場法違反の疑いで大丸別荘を刑事告発し、県警が捜査を続けています。講習会で県の担当者は法令を遵守するとともに入浴設備の衛生管理を徹底するよう求めました。今日説明していただく内容をもとに施設の管理とかをより継続してできたらなと考えていますけども。参加者からは受講証明書を施設に掲示したいという声が聞かれました。